どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。相変わらずね、T シャツが怒り型でちょっと吸っちゃってるんですけど、今回はね、人気シリーズ、始めていきたいと思うんですが、初心者、中級者、上級者におすすめのカメラを3本立てでね、動画をアップしていきたいと思っています。今回は、初心者向けの、おすすめミラーレスカメラっていうものをね、紹介していきたいと思っています。前までは、たくさんのミラーレスカメラの中から、おすすめのランキングっていうものを作ってきたんですけど、あまりにもね、ここ最近全てのカメラメーカーがミラーレスカメラに注力し始めてきていて、ものすごい膨大な量になってしまったんですね。なので初心者、中級者、上級者っていう、もので分けていこうと思うんですけど、この初心者向けのおすすめのミラーレスカメラのこの動画に関しては、大体予算が10万から15万ぐらいを目安としています。でね、もうほんとたくさんあるんで、あくまでね、僕プロじゃないんで、いろんなカメラを買ってきて使ってきた経験も踏まえて、アマチュアの意見として、この動画を楽しんでいただけたらと思います。ぜひね、カメラを購入しようか悩んでいる方、これからね、お盆になって綺麗な写真動画を撮りたいと思っている方、参考にしていただければと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。それでは、最初のカメラをご紹介していきたいと思います。一つ目はソニーの ZV-E10 になります。こちらのカメラですね、ソニーの、特徴として、高速で、高速なオートフォーカスっていうのが利用できるのと、本当にミラーレスの歴史が長いので、たくさんね、レンズがあります。なのでその中から自分の予算に合わせたり、スペックに合わせたりだとか、そういったことをね、柔軟にこう選んでいけるのが、いい点になります。その他にもこう商品デビュー用のね、オートフォーカスが使えたりだとか、電子手ブレ補正、強力なね、手ブレ補正を使用することができるので、YouTube のね、物撮りの撮影であったりだとか、あとは、Vlog、歩き撮りとかも向いているカメラなので、やっぱりそういったね、用途の人には素晴らしいカメラなんじゃないかなというふうに思います。デメリットも一応ありまして、ファインダーを覗いて撮影することができなかったりするので、屋外のね、直射日光が強い場面だと、ちょっと画面がね、見えづらくなると思うんですけど、その時にファインダーをね、覗いて撮ることができるんですけど、それがちょっとできないですよっていうところ。で、やっぱり、フルサイズカメラが結構ソニーのね、ミラーレスで主流なんですけど、それほどね、ボケっていうのがないので、やっぱりこう、スペックの高いレンズっていうのを選んであげないと、あまりね、こう、スマホを超えられないような画質になってしまうっていうところがあります。ただし、今回紹介するカメラの中で、このカメラが最も安価で、かつ軽量のモデルになります。なのでね、予算あまりかけたくないし、一番軽いものがいいっていう方には向いているかもしれないです。次がですね、2本目のレンズになります。全部で5つのカメラを紹介していくんですが、この、2つ目のニコン Z30、このカメラですね、おそらく今回紹介する中で一番新しいカメラなんじゃないかなと思います。先ほどの ZV-E10 の、カメラと同様に、こちらは、Vlog を目的としたもので PR されているカメラになるんですね。で、やっぱりこのカメラも、やっぱりいいところ弱点、たくさんあるんですけど、やっぱりこのカメラを買いたい、どんな人が向いてるのかっていうと、やっぱりニコンの色味が好きっていう方ですかね。ニコン昔から家族が使ってるとか、なんか憧れがあるみたいな、そういった方に関してはニコンの色味が好きな人、非常に向いているカメラなんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね、電子手ブレ補正も搭載してますし、一部のレンズでね、レンズ内手ブレ補正も利用できるので、Vlog などの自撮り撮影したい方にとっては、非常にね、いいカメラなんじゃないかなというふうに思います。で、これもね、先ほどのソニーの ZV-E10 と同様に、ファインダーを搭載していないので、覗き込んでね、写真撮影とかっていうのができないのが、個人的にはデメリットに感じますね。やっぱりフルサイズカメラほどボケないので、レンズを選ぶのが非常に重要な部分になってきます。ただし先ほどのソニーと、著しくね、ここが違うよっていうところは、やっぱりレンズのバリエーションが少ないっていうことなんですね。非常にニコンはですね、レンズのバリエーションが少ないですし、やっぱり主流としてはフルサイズっていうセンサーを搭載しているカメラになるので、この APS-C っていうね、カメラに関しては専用のレンズっていうのが非常にラインナップが少ないんですよね。やっぱりここがね、大きい点かなと思います。で、値段に関しても、
まあ安いっちゃ安いですよね。ボディだけで8万8000なんですけど、先ほどの ZV-E10 よりかはちょっと高いっていうところなので、まあ将来を見据えて、なんかニコンが今後ね、まあレンズをいっぱい発表してくれるっていう、こう将来性を踏まえて購入する分には、まあ非常に、いいカメラなんじゃないかなというふうには思います。3つ目の、カメラに移りたいと思います。こちらはですね、僕のチャンネルでも何回も紹介しているキャノンの EOS RP になります。今回紹介する5つのカメラの中で唯一フルサイズセンサーというものを搭載しているものになるので、まあ、非常にね綺麗なボケ感があります。なので、まあ、このカメラ向いている人、とにかくボケた写真や動画を撮りたい方ですね、まあ、こういったカメラに向かって喋るような動画であったりだとか、まあ、やっぱりこのフルサイズミラーレスカメラの中では非常に軽量なモデルなので、まあ、気軽にねフルサイズのカメラを持ち歩きたい。まあ、ちょっとね動画に関しては手ブレ補正搭載していないので、まあ、歩きながら撮るっていうのは厳しいかもしれないんですけど、まあ、三脚に立てたりだとか、まあ、どこかに置いて撮る分には、まあ、ボケてねすごく綺麗な写真動画が撮れるので、まあ、そこはねメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。しかもですねこのカメラフルサイズのミラーレスカメラなのに、まあ、とにかく安価なんですよ。これ価格10万円なんですよね、ボディのみで。まあ、もちろんあの紹介している、まあ、おすすめのレンズとかだと、まあ、載せると思うんですけど、まあ、10万、まあ、キットでいくと16万5千円とかするとは思うんですけど、まあ、それでもね、すごいボケる写真が撮りたいっていう人にとってはこのね単焦点のキットレンズっていうのは非常におすすめで、まあ、個人的にはこれね安価だと思うので、あのねおすすめなのかなと思います。でデメリットとしては給電しながらの動画撮影っていうのができないです。なので、まあ、長回ししたいとかっていう人には向いていないですし、まあ、あとはね、連写性能っていうのが、まあ、やっぱり、秒間5コマなんで、まあ、早い動き、まあ、例えば運動会、まあ、運動会超ギリギリだと思うけど、まあ、あとはスポーツ写真とか、まあ、なんか鳥の写真とかね、なんかこう、連写するのはちょっと苦手なカメラですし、まあ、やっぱり手ブレ補正搭載していないのは、まあ、僕的にはデメリットに感じるかなと思います。そして4つ目の、おすすめのカメラを紹介したいと思います。こちらもキャノンの、EOS R10 になります。こちらのカメラはですね、Z30 と同じぐらいの発売の時期になるんですけど、まあ、写真撮影に関しては、まあ、今回紹介する中で、まあ、最も優れたものになるんじゃないかなと思います。理由としてはやっぱり最新のねキャノンのカメラと同じシステムを使っているっていうところで、やっぱり正確でね高速なオートフォーカスと、やっぱり連写性能に関しても秒間23コマまでいけるので、まあ、こう動きの速いね被写体を追いかけるのには非常に向いているカメラになるんじゃないかなと思います。まあ、手ブレ補正がやっぱり搭載していないのがデメリットになるんですけど、まあ、本体自体が非常に軽量化されているので、まあ、もしねシネマティックな映像を撮りたいっていう方に関しては、まあ、ジンバルとかにね、乗せて撮影するのも個人的にはおすすめかなと思います。まあ、ただね、ジンバルがないとやっぱりぐにゃぐにゃのね映像になってしまうと思うんで、そこは厳しいかなというふうには思います。でやっぱり欠点として、まあ、先ほどの EOS RP でもキャノンのシリーズなんで、まあ、同じことなんですけど、まあ、レンズバリエーションがやっぱり少ない。まあ、このレンズバリエーションが少ない原因っていうのは、もちろん、それぞれの、まあ、メーカーが出しているスピードがどうしても追いつかないっていうこともありますし、サードパーティーのこうレンズメーカーが出してくれていないっていうのも一つ要因としてはあります。ソニーの場合は本当にたくさんのメーカーがサードパーティーとして出しています。もちろん、純正、シグマ、タムロン、いろいろあるんですけど、まあ、そういってね、こう他社メーカーも出してくれているっていうのが、まあ、ソニーのやっぱり強みなので、まあ、そこはやっぱりニコン、キャノンとかっていうのは弱い部分になってきます。そして最後、5つ目の、カメラをお勧めしようと思うんですけど、こちらは僕のね、もう YouTube では何回も出ている富士フイルムの XS10 になります。このカメラはね、まあ、結論から言うと、マジで万能なカメラなんですよ。まあ、本当にデメリットっていうのが少ないですし、まあ、デメリットに関してもそんなにね、すごいでかいデメリットではないので、まあ、このカメラはね、本当どんな人にも勧められるような、カメラなんじゃないかなと個人的には思っています。で、どんな人に向いているかっていうと、まあ、やっぱり手ブレのね、少ない、動画を撮りたいっていう方。まあ、本体にも手ブレ補正ついてるし、電子手ブレ補正も利用できるので、本当にね、ブレのない映像っていうのが撮れるんですよ。なんで歩きながらの自撮りとか、まあ、Vlog のね撮影に関しても、まあ、すごくね、
いいと思いますし、富士フィルムならでは のフィルムシミュレーションっていう機能があるんですよね。でやっぱりこう昔ながらのフィルムのね色味っていうのを再現することができるので、やっぱりね他社にはない魅力っていうのがここにあるんじゃないかなと思います。まあ、この機能を利用することによって、まあ、あんまりね写真動画を編集したくないっていう方でも最初からカメラ側が色味を決めることができるので、やっぱり、ね、ここが僕的には富士フィルムを選ぶ大きなメリットになるんじゃないかなっていうふうに考えています。でやっぱり見た目もねクラシカルなんで、まあ、そこが好きっていう方もいるんじゃないかなというふうに思います。で逆にねもうデメリットあんまりないんですけど、まあ、無理やり見つけようと思えばありまして、まあ、やっぱりフルサイズカメラほどのボケ感っていうのはないですし、まあ、ちょっとねオートフォーカスの性能っていうのが、まあ、若干他社に比べると、他社のねあのフラッグシップ機とかに比べると、まあ、ちょっとねオートフォーカス弱いかなっていう気はします。まあ、他にもなんかバッテリーとか細かいところを言えばちょっとだけ出てくるんですけど、まあ、ほぼねこれ弱点のないカメラになるので、まあ、予算が出せるのであればもうこのカメラ一択で僕はいいんじゃないかなっていうふうに考えております。以上がですね初心者におすすめのミラーレスカメラ5000でした。まとめに移りたいと思います。初心者の、まあ、カメラ選びの特徴っていうのがですね、基本的に皆さん予算中心になりがちです。やっぱスマホ画質を超えるカメラをやっぱねボディとレンズを含めて考えると15万は少なくとも見積もっておかないと厳しいと考えてください。まあ、出ないとね安いカメラを買ってスマホと違いが感じられなくて、まあ、カメラをやめてしまうっていう可能性が非常に高いんですね。まあ、画質が変わらないならどこにでもね持っていけるスマホがいいって思うのはまあ皆さん、まあ、当たり前だと思うんですけど、まあ今回ね一緒におすすめしたレンズに関しては、まあ、比較的背景がね綺麗にボケますし、予算が厳しくても、まあ、ギリギリね購入できるんじゃないかなっていうものを僕で厳選しているので、ぜひこちらね、検討いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て自分にね合ったおすすめのカメラっていうのがまだねよくわからないっていう方がいらっしゃいましたら、気軽に、コメントに質問していただければと思います。ただ質問される際に、僕がねコメントで、テンプレートを作っています。テンプレートのこういう風に質問してくださいねっていうものを作っているので、ぜひそちらをね活用して質問していただければと思います。そうしないとねまた僕がねそのどんな使い方ですかとか予算どれくらいですかってこう何回も聞き返さなきゃいけなかったりするので、まあ、実際にそのねコメントのやつを使っていただけると非常に助かりますし、すぐに返答できるのでよろしくお願いします。もしこの動画がねためになりましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回はですね中級者向けの、おすすめのミラーレスカメラを紹介したいと思いますので、ぜひ興味のある方はそちらもご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。